あんまり覚えてはないんですけど、 VCT とかでしたっけ。今の自分がこうなるのは全く想像してなくて、いつも大きな舞台で試合ができている時もなんで自分がここに立ててるんだろうって気持ちでプレーしてます。プロとして活躍するっていうほどまで力をつけた、でその夢を実現したっていうことにはやっぱり驚きと、あと尊敬、ちょっと誇らしかったですね。自分の友達が今世界で活躍してるんだぞってことを世界が見てくれてるのが嬉しかったです。私には希望の子です。だからみんなの希望にもなる子だと思います。この DFM 入ってからまだ結果が全然出してなくて、まあどん底からのスタートみたいなとこがあるんで、どん底から這い上がるストーリー的なのを作れたらいいなと思います。メイの名前が最初聞いた時にちょっと驚いたんですけれども、それが、お兄ちゃんが生まれて2番目の子として、まあ、出産する時に女の子だと思っていたので、女の子だったらメイにする予定だったんですね。でも男の子だったのでその漢字そのままに春生まれだったので春のいぶきっていうことでいぶきっていう名前にしたんですね。で、バロラント始めて名前がメイだと知って、ああ二刀流を生きてるなと思いました。幼い頃は、まあ、勉強も運動も習い事とかも全部一生懸命取り組んでて、かつその趣味程度にゲームを遊んでたぐらいで真面目だったかなと思います。ゆぶきが小さかった頃は結構好奇心旺盛なイメージが僕にはありまして、結構やりたくなったらすぐあれやりたいこれやりたいみたいな感じで発言するタイプでしたね。結構僕がやることなすこと全部結構真似てくるようなあのタイプでしたね。まあ、5個上の兄が PC ゲームを始めてて幼い頃憧れてたんで、その僕もやりたいって感じでゲーム始めました。前パソコン1台しかなかったんですよ、ここ。それでどっちが FPS やるんだとかっていうので、まあ、取り合いになってたなと。パソコンゲームを始めた時は正直あの時間の許す限りずっとやっていたので、お兄ちゃんと、なので私はちょっと怒ってパソコンを2階からぶん投げ落とした経験があります。壊した鮮明に落とされたのは覚えてます。で、そうですね、泣きわめいていた気がします。なんかそれでパソコンがもうなくなって、これ以上の高校に行かないとそもそもこう、あのなんだろう、パソコンをやるのは禁止だみたいなことを言われてこの高校に行きました。初めて知り合ったのは高校2年生の時で、で席替えでたまたま席が隣に一緒になってそこで話すようになったって感じだったんですけど、なんかすごい柔らかいっていう印象がありましたね。すごい話しやすくて接しやすいっていう感じでしたね。好きなことに熱中したらとにかくそれに向かって突き進みたい、そういうタイプでした。プロになったのは真ん中ぐらいかな、高校2年生の真ん中ぐらいに誘われて、まあ、その時は別にその自分の実力にあんまり信頼も置いてなかったし、なんかプロゲーマーになりたいと思ってたわけじゃなかったから、ちょっと曖昧な気持ちで始めたんですけど、その当時高校生だった時からもうゲームで結構力があるっていうのはよく聞いてたので、まあ、その道に進んだっていうことは
よく納得できましたし、風の噂でプロゲーマーになるらしいみたいなのを聞いて、そこから名前をちょっとインターネットで調べて見てみたら、あすごいちゃんとなんかその動画とかも上げてて、すごい上手いプレーをしてるっていうところですかね。最初いぶきが高校生の時に、学校を辞めたいって言ってきたことがあって、なんで辞めたいんだろうっていうところから始まって、意味がさっぱりわからなかったんですけれども、よくよく聞いていくと、やっぱゲームの世界に行きたいっていうことだったの で、そこから多分自分がこんな風にエースを取れる人間なんだよとか、オファーが来たんだよっていうことを一生懸命私にアプローチをしてきてくれて、結構すごい子なんだなっていうのを自覚していきました。そのプロゲーマーになる条件として、最初にその学校に通いながら、その模試とかの成績を維持しながらそのゲームをやるっていうのがその約束あったんですけど、私はやっぱり親だからやっぱり心配するのがちょっと愛だと思ってたところがあって、いぶき本人から、心配しないで応援してほしいって言われたのに刺さったんですよね、私が。それで、ああそうか、応援してなかったんだなって、応援するのが一番大事だなっていうふうに本当に思ったので、そこからいぶきのしたいように、いぶきの道を、応援することを選びました。多分その LCQ ですかね、やっぱノーセプションの LCQ の時は思いのほか決勝まで行ったのかな、決勝まで行けてしまって、結果は負けてしまいましたけど、に自分としては結構いい結果が残せて、その大会に親が見てくれてて、その大会終わった後に認めてくれたって感じですね。ゲートに対してスカッと終わりよ、ビートダンク、どうするメイン、パラノイア締め入ってる、メイン打開してる、逃げ切ったメイン、打開してる、バロラントはとても早いです。だけどもう息子がやっているんだと思うと必死で追っていきますし、いぶきの活躍が見たい一心でどの大会も見ています。お兄ちゃんにも聞きながらルールを少しずつ覚えながら見てますなんかでも不思議な感覚でしたね。当時隣に当たり前に座ってて一緒に喋ってた友達がみんなから応援されてて、ですごいそれこそ埼玉スーパーアリーナとかに出てそれを応援してくれる人たちがいて、なんかすごい不思議な気持ちになりましたし、ちょっと誇らしかったですね。自分の友達が今世界で活躍してるんだぞってことを世界が見てくれてるのが嬉しかったです。プロとして活躍するっていうほどまで力をつけた、でその夢を実現したっていうことにはやっぱり驚きと、あと尊敬、やっぱり夢は本当に突き進めば叶うんだなっていうことを教えてもらいました。春のいぶきから世界のいぶきになるんだって思えているのと、私もその誇りに思っているので、こう字のごとくこうどんどんこう伸びていってほしいですし、目はやっぱり空に向かってぐんぐん伸びてほしいと思ってつけた名前なので、生き生きとやっぱり落ち込むこともあるかもしれないですけれども、下を向かずに太陽の方に向かって伸び続けてほしいなと思ってます。今の自分がこうなるのは全く想像してなくて、ちょっと未だにまだ韓国行くのも実感湧かないし、なんかいつも大きな舞台で試合ができている時もなんで自分がここに立ててるんだろうって気持ちでプレーしてます。数年後には世界大会で優勝するのがやっぱ一番でかい目標ですけど、今この DFM 入ってからまだ結果が全然出してなくて、どん底からのスタートみたいなところがあるんで、どん底から這い上がるストーリー的なのを作っ
くれたらいいなと思います。